こんにちは、新大リメンバー就活生の鈴です。今日はですね、今就活で大変な時期だと思いますので、これまで出演してくれた方々の応援メッセージだったり励ましメッセージだったりっていうのをまとめた動画を去年に引き続き今年もまた作ってみました。今イエスだったり面接だったりすごいたくさん重なってて大変な時期かなって思うんですけれども、これを見てまた明日から頑張ろうであったり、もうちょっと頑張ってみようかなって思うようなきっかけになったら嬉しいです。一緒に就活頑張りましょう。やっぱどうしても大手に行きたかった。でも大手に行きたいって思って頑張ってた時は本当にどこも受かんなかったんですけど、本当にその企業に行きたいとかその業界に行きたいって考えた時に初めて通りました。いやでもなんで泣いていただけたかってやっぱ考えると、企業研究はめちゃくちゃした、企業研究をたくさんしたと思って。具体的に 何をどう研究したの？まずなんか私はあまり効率がいいタイプではないので、すごい時間をかけてやるタイプなんですけど、資料とか新卒採用ホームページは全部どこに何がどんな内容が書いてあってどんな文章が書いてあるのかを全部暗記してるぐらい、マジですごいね、分かってたし、ホームページとかもいろいろ分かったし、その業界とか受けてる業界に対する知らない単語とかはまあ当たり前だけどほぼない、結構難しい単語とかあるんですけどほぼないみたいな感じで、そうすると自然にこの業界の人はこんな感じの人柄なのかなとか、こういう単語とか言葉の言い回しとかが合ってるのかなとかが文章読んでて分かるようになってきて、それが面接で出るとやっぱり伝わったりとか、あ、この子ちゃんと分かってるなみたいな。そうですね。じゃあ最後に今頑張ってる就活生、応援コメント的なものをいただいてもいいですか？受験って全員が人生かけて全く遊ばずに1年間2年間死ぬほど頑張ると思うんですけど、就活って割とそうじゃない気がしてて、もちろん頑張ってる人もいるけど、本当に頑張ってる人って結構受験に比べたら圧倒的に少ないなと思ってるので、努力したら確実に結果出せる活動だと思うんですよね。だから自分に自信ないよ、私どうせ結果出せないんだよねこういう時っていう人でも頑張れば確実に出せると私は思ってますね。諦めないで頑張ってほしいです。ぶっちゃけ、まあ、一橋っていうなんか自分の学歴がアドバンテージになるっていうのはまあなんとなくは理解してたんですね。まあ、これまでもすごい大きな失敗とか挫折とかってなんかパッと思いつかないんですよ。だけどなんかそれは結構なんか失敗しないように生きてきたからなんですよ。だからなんか失敗がないからこそ未知で怖いみたいなのがあって、そのためにまあ頑張るみたいなのがあったんだなって思いますね。だからこそ周りから失敗しない人なんかできる人だなって思われてる分、なんかその期待を裏切りたくはないなみたいな、自分が満足して周りの人もああさすがだなって思ってもらえるような結果にしたくて頑張ってたっていうのは結構あるかもしれないです。後輩とか周りの人にもすごいキラキラしてるって思われがちなんですけど、でやっぱりなんか私結構本当に承認欲求が多分誰よりも強くて、他人の評価を気にしてるんですよね。まあ、本当にそこに悩むこともあったし、やっぱりだから伝えたいのは人それぞれ悩んでるし抱えてるものがまあ違うから、それもそれぞれ個性なので楽しむのが一番かなって思いますね。実際に本当に叶えたいことが叶うか叶わないかなんて、まあ、正直誰にも分かんないじゃないですか。だけど本当にちょっと頑張るだけでも可能性が高くなるなら、まあ、やってみた方がいいよねって話なんですよね。まあ最後になるんですけど、周りと比べちゃってなんかうまくいってないなとか、なんか自分ダメだなって思ったとしても、なんかその差は本当にちょっとだけ勇気を出すだけで変わるので、小さい一歩かもしれないけど将来的にはもう大きな自分の世界を変えるいいきっかけになるかもしれないので頑張ってほしいなって思います。なんか私自身、キイちゃんすごいよねとか、キイちゃん本当頑張ってるってよく言われるんですけど、やってることがすごいとかじゃなくて、今まで使ってた時間を別のことに少し他の人と変えただけなので、その積み重ねが大きな変化になると思うし、まあ自分自身今結構自分には納得してるので、そういう自分自身の納得とか成長にもつながるんじゃないかなって思ってます。就職浪人したんですよ、ね、そう、俺本当全然よく分かってなかったの。もうみんなが就活して終わりかけぐらいの時に何かやんなきゃいけないのかと思い出して、あ、やばいってなって
で、もう就活が終わっちゃったんで本当に何も考えてなくて、情報もなくて何もしてないし、軸もないし、どこで働きたいかも全くなくて、なんとなく就職してっていう感じ、本当に意外で、そんなあんま良くない経験もしつつ、ただ今別にその時のビハインド全く関係なくなってことをしてて、だから結果就活に悩んじゃう学生を励ましたい気持ちがめちゃあって、いや全然大丈夫っていう。実際めちゃくちゃしんどいと思うんですよね、就職先決まらない子とか。僕周りでも何人かいるんですけど、そうだよね、本当につらい思いしてるんですよね。全然大丈夫だ、本当に全く問題ない。初めての会社に入ったらいいから、極論言うとどこでもいい。でもやっぱり就活今やってて、大手とかめっちゃ引かれるし、不安は取り除けない、そうだよね。無理ゲーなんだよ、あの新卒採用って。いや、倍率が高すぎて、企業の、はい、例えば、俺サイバーエージェントに今入ってるけど、なんとなく名前を知ってるから受けたんだよ。あ、新卒の時に受けたんですか。でも、もう全然速攻落ちてて、中途で入った方が圧倒的に入りやすい。あ、でも意外ですよね、それ。サイバーとかって中途の方がもうかなりスキルとか優秀な人じゃないと入れないイメージあるんですけど、ちゃんと自分を見てもらえた上でイエスノーが出るので、新卒ってさ運もあるし、はい、でリューダー面接ってさ、はい、どう振る舞うとか。でも中途だったら一応やっぱ応募したら1対1の面接から始まるわけじゃん。だからちゃんと見てもらえるっていう感覚があるから、新卒のあの集団の中でどう勝ち抜くかって、もう嫌だよね、あんなことするの正直、まあ、そこまで落ち込んでなかったっていうのが本音なんですけど、っていうのも落ちるじゃないですか。で、落ちたら何が落ちたのか原因か考えて、そこ直したら絶対次のメッセ前より良くなるじゃないですか、何でもそうですけど。確かに。っていうのを繰り返していけば落ちる理由がないなって思ってたんで、だからそんなに焦ってはなかったっていう。ただまあイエスとか落ちる時は萎えるっていう、萎えて終わっちゃうともったいないなと思って、何がダメだったんだろうとかちゃんと考えて次につなげようとはしてました。確かにあんまり落ち込んでたイメージない。そうね、落ち込まないよ、ね、全然落ち込んでなかった。しかもなんかうん何言おうとしたの、自分は絶対できるっていう。ああ、そうね。辛かった時期もなんか自分にちゃんと自信を持って取り組むことで乗り切ったっていうことですね。そうですね。いかがだったでしょうか。みんなもこういうお話を聞いて、私どうなのかな、ダメかなって思っている学生さんも全然巻き返せるよっていうのを伝えられたらいいなって思ってます。これからもみんな一緒に動画見て成長していけたらなって思います。確かに。旬ダイアリーはその23卒のみんなも24卒のみんなも今就活を頑張ってるみんな全員応援してるので、これからもみんなで頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。ってことで動画を終わりにします。せーの、バイバイ。まあなんか A が違ってもなんか失敗したとか考えずに、なんかこれマッキンゼーでそれこそ叩き込まれた考えなんだけれども、はい、仮説思考、うん、だから人生は全部仮説だと、はい、だからなんか A やって失敗したって思わずに、あ、仮説がずれてたな、検証ができたってことね、検証できたな、あ、じゃあ仮説修正しよう、ちょっとずらそうぐらいに思って生きていってほしいと思うんですよ。あの、私の言葉じゃないんだけれども、はい、マッキンゼーの同期の、それこそハーバードビジネススクール帰りの同期の女の子が、はい、Quit as much as possible、できるだけたくさんやめなさいって。なるほど、じゃあ裏返したらできるだけたくさん挑戦しろって。いい、そういうこと。あ、なるほど。やっぱり選択って最初から正解なんかなくって、選択した後にその決断を正解にする、意思、覚悟まで含めて選択するってことだから、はい、そう、できるだけ挑戦して、できるだけやめれば正解にも近づくし、まあ、継続することで自分の中でどんどん正解にしていくっていう。いや、めちゃくちゃ参考になる。てか僕自身もそうやって生きようっていうふうに改めて思いました。いやいや、とんでもないです。はい、いかがだったでしょうか。私も去年就活をして、もう本当に病んじゃった時期があったんですけど、今同じような状況にある人がいたら、この動画を見て少しでも励みになったら幸いです。本当にね、辛い人、大変な人もたくさんいると思うので、まあ、そういう人はぜひコメント欄に何かしら書き込んでくれたら、新大理メンバーだったりとか私とかが返信するので、一緒に励まし合って頑張っていけたらなと思います。ということで、皆さん、これから本格化すると思いますが、ぜひ一緒に頑張りましょう。
ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。